自閉の動画解放軍。皆さん、動画の一番のポイントって何だと思います残念ながら私、動画の映像ではなくて、後ろに流れてる BGM。それが多くを占めてるのかなと思いましたね。自閉の動画解放軍。どうしてこんなこと思ったのか。あるホームビデオを見ました。編集したる。その時に後ろに有名アーティストの曲が書かせてたんですよね。その曲は感動的。こういう感動な時に流すもの。定番ソングだったんですよね。だからその映像すごくよく見えた。 でも後で考えると、あれあの映像って、この BGM がなかったらダメだろう。別の BGM に変えたらダメだろう。何かフリーの音源を入れたらダメだろう。確かにそうですね。そう思うと、動画って音楽は重要なのかな。重要どころか、音楽に振り回されるのかな。そう思いましたね。だから、あ、この動画すごいな。感動したな。そう思ったらやってみること。ボリュームをゼロにしてみてください。そして見てみる。あー、かっこいい。そう思ったら、動画の映像の方がすごい。 でも消してみたら、あつまらないなあそう思ったら音楽に惑わされてる。そういうことだと思いますね。で、これ、反対に利用すると、自分の召したい動画、それを飽きずに見てもらうことができますね。もちろんこのテクニック、YouTube とかニコニコ動画の動画投稿サイトでは無理ですよ。まあ、ニコニコ動画の場合は利用条件あるみたいですけどね。ABEX とかの CD 使えるみたいですから。一部ですけどね。だから、ちょっとしたパーティー。 ホームパーティー、プライベートなイベント、そういうところで何か上映したい場合、みんなが感動する曲、それを後ろに入れとくといいのかな。そう思いましたね。というか今日はこのテクニックじゃなくて、動画感動したら音楽に惑わされてないか。それを調べるために、ボリュームをゼロにして見てみる。そうするといろいろわかるのかな。そう感じましたね。自恵のドア解放軍でした。自閉の動画解放軍、動画で解放とか、めっちゃええやん。